皆さんこんにちは。いつもの動画と少し変えて、今日はクッションファンデーションの塗り方をご紹介していきたいと思います。僕が美容部員として働いていたのは2年半くらい、そして、メイクアップを始めたのが、5、6年くらい前になるんですけれども、僕が初めてメイクアップしてた頃は、YouTube にも載っているので、よかったら見てください。そこからいろいろと成長してきて、今では一応プロとして仕事の一つとして、やらせていただいています。そしてプロのメイクアップアーティストとだけじゃなくて、毎日皆様のように、メイクアップをしている一人として、僕にとってクッションファンデーションといったら何かなと考えた時に、なんでリキッドファンデーションや、クリームファンデーションじゃなくてクッションファンデーションを使いたいとその日に思うのかと考えた時に、やっぱりクッションファンデーションならではの、クッションじゃないと出ない仕上がりっていうものがあるなと思って、僕個人的にはクッションファンデーションを、リキッドファンデーションを使うよりも頻度が高いです。クッションファンデーションのいいところは、ツールによってリキッドファンデーションやクリームファンデーション、あるいはパウダーファンデーション、全ての仕上がりをこの一つでできるという優れものだと思うので、僕はやっぱりクッションファンデーションを手放せないです。それでは実際に使い方をお見せしていきたいと思います。そして、始める前に今日使わせていただくクッションファンデーションは銀座ステファニーさんのプラスインティストクッションファンデーションを使っていきたいと思います。まずお肌を整えてからの、下準備がとても大事だと思うので、まずお肌を整えてからクッションファンデーションを乗せていきたいと思います。この動画を撮っている今、秋から冬にかかって、お肌もちょっと乾燥してきたかなという感じがするので、いくら保湿をしてもしてもなんかやっぱり乾燥してくるっていう感じの時期なので、保湿はとても大事だと思います。顔のパーツによってところどころもっと乾燥していったり、もっとオイリーだったり、皆様それぞれお肌のタイプが違うと思うんですけれども、そのお肌のタイプに合わせて、下準備をしてあげることがとても大事になります。例えば僕は、今の時期、鼻と、おでこ、そして眉間、要するに T ゾーンはオイリーになりやすいので、そこにはそれほど保湿はしないようにしています。でもその逆に、このほっぺたとこの顎ラインは結構乾燥しやすいので、結構、保湿などを重ね塗りしています。この塗っているクリームはとても軽くて、ベタベタしないんですけれども、 SPF も入っていてちょうどいい保湿力なので、さっき言ったみたいに僕はもっと乾燥しやすいこのほっぺたとこの顎ラインに押し込むような感じでクリームをなじませていきます。はい、そしてこの乾燥しているところにはクリームを使っていたんですけれども、もう少しオイリーになるところにはクリームだと、クリーム自身のテクスチャーが濃すぎて、さらにオイリーになってしまう可能性があるので、それを防ぐために、ジェル状の、クリームをのせていきたいと思います。これも同じようにこう叩き込むような感じで、お肌になじませてあげてください。で、少しここで、目が鱗かもしれないんですけれども、僕はこれを完全にお肌に浸透させてしまう前に、まだこうちょっとお肌が濡れてる感じ、まだ潤ってる時に素早くクッションファンデーションをのせていきたいと思います。まだ潤った状態で、ファンデーションをのせてあげると、その潤いが、ファンデーションに渡されて、よりツヤのいい、よりキメの細かい、もっと美しい仕上がりになるので、その方法は僕いつもやっているので、おすすめです。クッションファンデーションの塗り方にも、2つの塗り方があるんですけれども、まずこのクッションファンデーションについてくるこのパフを使っての塗り方、そしてもう一つは、筆を使っての塗り方になるんですけれども、このそれぞれ この塗り方によってどう違うのかというのをご説明していきたいと思います。まず自分のお肌を見て、観察していただきたいんですけれども、どこに一番赤みがあるかとか、どこに一番傷跡があったりとか、どこに一番自分が要するに隠したいところがあるかなっていう考えた時に、僕の場合ここ頬のところに一番毛穴が大きく、そして赤みもあったりとかするのと、そして小鼻の周りが赤くなったりとかするので、僕は要するにこの範囲の広いこの頬のところから始めるようにしています。要するに、最初に欲しいものは、カバー力、そしてツヤ、キメの細かい仕上がり、この3つを簡単に獲得するには、このクッションファンデーションについてくるこのパフが一番、お仕事をしてくれます。いつも通りこのパフに、指を入れていただいて、一度二度、軽くプッシュしていただくとちょうどいいくらいのファンデーションがつくんですけれども、まず先ほど言ったこの一番赤みの気になるところにこう置いて、これだけでほぼ自分が隠したかったところは簡単に消えるんですけれども、もちろんこれだけで外出することはできないので、同じパフを使って外側になじませていきます。基本的に、パフでのせるときは確かにこうやって叩き込むような感じで、こうやって押し込むような感じでこう音が出るくらいにこう叩いてほしいんですけれども、もちろんこの強く叩きすぎて痛くなるぐらいは強くは叩かないください。で、
これでも毛穴が隠れないっていう方が結構そういうご質問いただくんですけれども、そういう時はこのパフを使ってこうパウダーリーファンデーションを塗る時のようにスライドさせて毛穴の中に埋めていくような感じでスライドさせてあげると、みるみるうちに毛穴がきれいに隠れていきます。スライドさせた後はその後はもちろん叩いて、あとは消してください。はい、大体塗れたんですけれども、まあ顎ラインのところと鼻の周りは、まだ塗ってないんですけれども、こういうところのちょっと少し細かく塗りたいところにはこういう小さめの、筆を取ってのせていきます。まず、この筆とこのパフだとどういう違いが出るのかというと、筆の場合、クッションファンデーションにクッションにこう筆を押し当てた時にファンデーション自身がこの筆の中に浸透しているので、お肌にこうつく量が減ります。その結果もう少しナチュラルな仕上がりが欲しいという方には、筆をおすすめします。僕鼻に見ての通り赤みがあるんですけれども、結構な少量な量で消えるのでたくさん塗りたくないんですよね。オイリーになった時にそこにたくさんメイクがついてると、よくこう鼻のどこにこう固まってこう油と一緒にこうくっついてなんか汚くなったりとかする時ありますよね。それを防ぐためにも、少量を使ってあげた方が絶対に仕上がりは綺麗です。で、筆にとって同じように押し込むような感じで、メイクのテクニックの全般なんですけれども、少量を使って後からもっと足す方が、最初にたくさん塗ってしまった後から取ろうとする方が難しいので、必ず特にまだ慣れてない方とかは少しずつ使ってから重ね塗りするようにしてください。そして顎ラインにも僕はあんまりそんなにカバー力いらないので、先ほどよりももう少し大きめの、筆を取って同じように軽くトントントンとして顎ラインに乗せていきます。この時に首の下にもちゃんと同じ色になるように下げるのを忘れないでください。はい、こんな感じで全体的に塗れたんですけれども、またここでお肌をもっと詳しく見ると、パフを使ったところだと他のところに比べてもっとツヤが多いのが分かっていただけるかなと思うんですけれども、パフを使ってあげた方がこのクッションファンデーション自身のツヤを残したまんま、こうお肌がこう潤って綺麗に見えます。で、逆に筆を使った場合、まだお肌はもちろん綺麗に見えるんですけども、もっとマットなフィニッシュになります。なので それもあって、鼻のところは、少量のファンデーションを塗りたいだけでなくマットにもしたいので、その感じでここに筆使って、顎ラインも別に顎はね、あまりキラキラしてツヤツヤしてほしくないので、筆を使った感じなんですけれども、こんな感じでね、素がこっちでファンデーション塗った後はこんな感じでね、この人形さんみたいなお肌になります。それではこっち側もこっちと全く同じように、チークはパフで、あとは筆でという感じで仕上げていきたいと思います。はい、こんな感じで、前眼に塗り終えたんですけれども、このクッションファンデーションは 72.9% プラセンタが配合されているので、スキンケアもしつつ、メイクできるっていうのは、まあ最近のテクノロジーって感じでこういいですよね。すぐに肌荒れがしやすい方とかにはとっても嬉しいですね。まあ、結構クローズアップで見ていただきたいと思うんですけれども、すごいカバー力はあります。カバー力がすごくあるのに、実際にこうやってこう近くで鏡で見ても、これ何回かね、お仕事にもしていったんですけど、お肌綺麗だねってお客様に言われてでもメイクしてるんですよって書いて言ったら、うっそーとかよく言われるんですけど、ちょっと茶番ですいません。でもそれだけかなり自然な仕上がりなので、美容器も入っていて自然な仕上がりなので、かなりお気に入りのファンデーションになっています。そして化粧崩れのしにくい高密着パウダーが入っていて、テカリを吸収してくれるパウダーが入っているので、実はというと乾燥肌とかの方は特にこの上からパウダーする必要はありません。特にもう一つクッションファンデーションのいいところはタッチアップがしやすいってことですよね。これをこのままカバンの中ポイって入れといて、化粧崩れし始めたなと思った時とか、まあ、夜思ったよりも外出する時間が伸びて化粧が崩れてきた時とかに、ちょっとポンポンポンとしてあげると綺麗になるっていう感じが、クッションファンデーションのかなりプラスの高いところだと思うんですけれども、でもやっぱり、オイリーになる方はパウダーなしではやっぱり怖いですよね。わかります。僕も T ゾーンはかなりパウダーなしではテカってしまうので、好きなパウダーを取ってこうテカりやすいところにこう押し込むようにします。僕は特にさっきも言ったみたいに、この鼻の周りがこうファンデーションが集まって崩れやすいので、
そこに特に押し込むようにしてパウダーを押し込んでいきます。でこの時にわざとここ頬のところはわざと残してきます。このねこの美しいこのツヤを残したいのでそこは触らずにいます。はい、ベースメイクはこんな感じで完成なので他のメイクをして戻っていきたいと思います。せーの、はい、こんな感じで、フルメイク完成しました。見ての通りこのクッションファンデーションの上から、顔の中心以外は、パウダーしてないんですけれどもこのように綺麗に、コントワーとかブロンジングとかチークとかハライト全部綺麗に乗ってくれるので、こうベースメイクっていうのはこのファンデーションがいいと、長持ちしてくれたりあと馴染みやすくもしてくれたりするのでこうやってポイントメイクをするときに特にファンデーションなどは、良し悪しがはっきりするかなと思います。はい、こんな感じで今日の僕の、クッションファンデーションの使い方を終わりにしたいと思います。他の質問がある方はいつでも、下のコメント欄やメッセージを送ってください。また今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。